店の代表をやってる沢木です。よろしくお願いします。アートディレクターとトップスタイリストをしている斉藤愛です。スタイリストの板井成美です。よろしくお願いします。アシスタントリーダーの西野かすみです。よろしくお願いします。アシスタントの林純平です。よろしくお願いします。じゃあ成美さん、ローブのチームワークってどう思いますか？はい、スタッフ内の仲がいいことが一番大きいかなと思うんですけど、やっぱり営業前だったり営業後だったり、休みの日だったり、やっぱりスタッフで会うことも多いし、ご飯に行ったり、なんかからし合ったりとか、一緒にお買い物したりとか、なんか好きなものをやっぱり共有する、好きなものが一緒だったりとかすると、なんかそういうのも営業に現れるのかなと思います。好きなものを共有してるっていうのは、その美容師さんになったっていうのが、そういうことがしたかったっていうのがやっぱり大きいので、これかわいいよねとか、これ素敵だよねとか、そういうことを共有して盛り上がれるって、すごい仕事やる上ですごいテンションが上がることなので、それは忘れないでやっている。それこそ僕はもともと違う美容室で働いてて、中途アシスタントとしてローブに入社して今2年ぐらいになるんですけど、それこそやっぱりいろんな美容室のやり方だったりとか、そういう教育の仕方だったりとかあると思うんですけど、ローブって佐々木さんだったり愛さんだったり、お二人はもう業界の中でもかなりこう名前も売れて、やっぱりその二人が突っ走って僕たちが追いかけていくっていうよりかは、その二人も僕たちと同じ目線に立ってこう教育していただいたりとか、プライベートの話をしていただいたりとか、結構スタイリストとアシスタントの関係性っていうのもこういい意味ですごい近い距離で話しやすいのかなっていうふうに、みんなでこう一緒にいる時間をすごい共有できていることがやっぱ大きいのかなと思って、で僕もアシスタントの頃愛さんにこういろいろ撮影、仕事面から、プライベート面、あと流行ってるものとか、いろいろこういろんなことを教えてくれたり連れてってくれたっていうのがやっぱすごい大きくて、楽しみながらも感性を磨かれるみたいな環境を作ってくれた愛さんにすごい感謝してて、やっぱり僕も同じように後輩たちにやめたり話したり背中見せるっていうのを大事にして、そういうのがこういろいろ思いが伝わって、やっぱチームワークっていうのが良くなってるのかなって、愛さんたちがこう作ってきたのが引き継がれて、今ローブがあるのかなって。仕事の日だけじゃなくて、お休みの日とかもいろんなところに連れてってもらったり、いろいろ話したりする機会をいっぱい作ってもらえてるので、営業しやすかったり、いろいろ話しやすかったりするチームワークにつながってると思いますし、技術面でも例えばセミナー一緒に見たりとか、なんかその学んだ新しい知識とかをビッグオとかを使って、例えば営業後に共有して、営業中の施術面でもチームワーク、同じなんて言うんでしょう、考え方だったりどうしていきたいかみたいなのが共有できている分、なんかチームワークもよく動けるのかなってすごい思います。ロームのチームワークがいいのは、もう一緒の時間をしっかり共有できているってことですかね。ノウハウ関係を良くするためには僕はコミュニケーションすごい大事にしてます。やっぱりこう美容師っていう仕事はこう、なんだろう、営業中以外にやっぱりこう時間を共有することが多いので、その時間をどれだけ楽しく過ごせるのかなっていうふうに意識して、楽しくするためにはどうすればいいんだろうっていうのをすごい考えて、時間を作るようにしてますね。やっぱりその営業時間内でやっぱ完結することは美容師って絶対できないと思うから、4時間外を楽しく共有することがやっぱりお店のためにというか、環境が良くなることなのかなと思って、日々そこを模索してやってます。表参道なので、そこにこういろいろなお客様がわざわざここまで足を運んでくれるっていう場であったり、あとはやっぱり1年目の子とか、2年目の子とか、もう本当に全国から本当夢を持って東京に出てきてると思うので、この場所でわざわざ美容師をやってるっていうことをまずみんなに忘れないようにいてもらう、私もそうなんですけども、この地を選んで美容師になったって思いをずっと忘れない気持ちでやる
ていう背中を見せれるように私はしています。いや、なんかこう、なんか一般的なその圧的な怖さじゃなくて、なんかすごい、なんか内側のものをすごい見てくるなっていう、探ってくるなっていうのがあってそう、なんかこの人何を考えてんだろうって多分探ってんのかなっていう。あ、でも愛さんは僕思うんですけど、あれ実はね、そんなあんまりこう純粋に美容師を楽しんでて、あの作ることを楽しんで、本当背中を見せる、見せようとして見せてるわけじゃなくて、もう楽しんでて、いいもの作ってるから結果的にこうみんなに背中を見せてるって感じで、すごいかっこいいなっていう。でも最初の第一印象ちょっと怖かった面接の時だったんですけども、面接の時って、あの、まあ、私はその時上の立場でどうしても見なきゃいけなかったんですけど、本当に美容師さんになりたいのかっていう、ここでなりたいのかっていう気持ちが本当にある人に入ってもらいたくて、それを探るためにちょっと怖くなってしまった。サンクさんはもう本当に本当にすごい普通のつったらね、はい、だけどアシスタントとして入ってきて、こんなにも這い上がれる人がこの世にいるんだっていうぐらいの頑張りをガンガン見せつけられて、毎日最初はお、すごい、すごすぎみたいな。それがどん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 こうみんなにこう認められてきて、で結果をまず出す、結果が全てじゃないけど、やっぱ結果がつくことによってやっぱりみんな納得できる部分も出てくるので、まあ、その結果がついてきてからの勢いもさらに増して、それに対しての努力と熱と、とにかく、なんだろう、持続力、気が緩まないというか、まあ、もちろんね、普通にプライベートで遊んでるときは、緩んでるときもたくさんあるんですけど、とにかく、あの、一生懸命やるっていう思いだったり、思うことにすごく長けていて、あの、頑張ることって、あの、みんな一時的に頑張ることってできると思うんですよ。頑張ろうと思えば頑張れるので。でもそれを持続できるっていうのが一番大変なことだと思うんですけど、それがやっぱり持続できた人が成功するんだなっていうのがすごく見てて一番感じれて、どんどん出てく姿を目の前で見れてるアシスタントの子たちはすごくリアルで、私もとっても刺激があるので、はい、まだまだ頑張ろうって思えるので、いい存在です。こう、僕とか結構多分特殊で、ローブにずっと入りたくて、一応面接4回受けてるんですよそれだけ入りたくて、でそれこそ専門学生の時に初めてローブを知って、ローブのインスタグラムだったりとか、こう実際お店に行ってみて、こう施術を自分で受けたりしてみて、やっぱりなんかいろんな美容室見に行ったけど、やっぱりこのローブの美容室って来るときやっぱりちょっと緊張するじゃないですか。でもそれをずっと緊張し続けるんじゃなくて、実際こうスタイリストの方だったりアシスタントの方とこうコミュニケーションとか取ったりして、その緊張がほぐれたりとか、たくさんお客さんいる中でもやっぱり一人一人のこう今まで来てくれた方のことをしっかりと覚えてるんですよ。他のスタイリストさんもそうなんですけど、こうやっぱりそれって普通なかなかできないことだなと思ってて、やっぱりその人それぞれのこう来てくれたお客様の人生のことも考えてこう施術に入っていたり、でそれプラスやっぱりこう今回だけじゃなくて次も来てくれるように、沢木さん特に日々成長、日々努力ってよくおっしゃってるんですけど言葉だけじゃなくて実際に施術としてお客様にくれてたりするので、やっぱりなんかそういう面でお客様も安心して髪の毛を任せてくれるんじゃないかなというふうには思います。作っているスタイルだったりとか、その髪型がおしゃれですごい可愛いっていうのももちろんそうだと思いますし、なんかお客様とかと喋っててもよく言われるのが、表参道とかにある青山とかにある美容室
それこそ林くんもさっき言ったんですけど、なんか緊張するけど裏がなさそうですごい仲いいっていうのがめちゃめちゃ伝わってくる美容室初めてっていうのをこの間も言われたりとか、その仲の良さがお客様にも伝わってお客様もいい気持ちで過ごせるのかなって、アシスタントもスタイリストも含めてデザインをこう作り続けていることがやっぱ人気の秘訣なのかなと思ってて、もうみんなこう作品撮りとか大事にしてて、休日もフラットお店に来るとアシスタントが必ず誰かいて作品撮りしてたりとか、まあ平日も営業前もね、スタイリストアシスタントもずっとやってて、それがずっとその習慣っていうのが何でも変わらなくて、ちょっと最近作品撮りやってる美容さんとか減ったような気がするんですけども、ローブはその勢いって全然変わらなくてずっとやっぱやってる、そこがやっぱり大きいのかなと思ってですね。そう、まあ作品撮りしますけどモデルさんで、トレーニングって言ったらあれなんですけど、自分にとってはお客さんをより素敵にする可愛くするため の脳活というか、それを怠ってると本当に可愛いものがお客さんに落とし込めなくなってくるので、ちょっと期間開けると自分で鈍るのが分かるんですよ。私ちょっと今引き出せないなとかって感じてしまうので本当に欠かせないです。今日はやっぱり学生の時から憧れてたローブで働いてるやっぱり愛さんとか沢木さんみたいな売れっ子の美容師になることです。プラスもう可愛いものをずっと作り続けられるような美容師でずっとあること、あとは私たちのやっぱり年代からローブを引っ張っていけるようなしっかり下の子たちに背中を見せられるようなやっぱりスタイリストとしてずっと髪の毛を切り続けることが目標です。こう10年後とか20年後のことは考えなくてっていうのも、10年前に僕美容師になろうと思ってなかったんですよ、形がなかったんで10年後のことは逆にあんまり考えない方がこう頑張れるんじゃないかなっていうふうに思ってて、こう目標を作っちゃうと多分それ以上いけなかったりとか、そこまでしかいけなかったりとかすると思うんで、いろいろなことを経験してそれこそローブで沢木さんだったり愛さんだったりにこういろいろ見せていただいたりして学んだことをこう自分のお客様をこう呼んだ時にこう同じ熱量だったりとかでこう接客だったり施術でこう提供していきたいなっていう夢はあります。何年経ってもお客さんを一番に大事にできる美容師さんになりたいなってすごい思います。ちゃんと話を聞いてあげて理解してあげて話して伝えてあげる、やっぱり一人でやれる限界って絶対あると思うんですよ。プライベートでもね、ああしようこうしようってこうそういうみんなのコミュニケーションの場を作ってくれたり企画してくれたりする。